前動画で、はい、力んでも曲がんないから大丈夫だよって。うん、曲がんないよ。力んだ方がいいよってこと。うんうん。絶対力んだら曲がるから。出た。本当はトールくんこっちサイドのはずなんですよ。そうなんだよ、ね。そう。でもなんかね動画撮るとねすぐお客様サイドになっちゃうの。あれよ。確からしいことを僕は証明していかないといけないから。なるほどね。いやでもこれもう別に何もしない。確か。嘘。確か不確かではない。いやそれはもう今日証明してもらうしかない。もうね、朝飯前の前よ。前の前、うん、平井弘明のワンラップゴルフ。力んだら曲がんないかどうかを証明すればいいんでしょ。力んだって曲がんないかどうかを、うん、じゃあこれ今ちょうど、うん、弾あるけど5段階に力み分けて1が一番緩くて5がマックス力んだ状態で同じ弾打とうか、はい。これ2ね、今の1ね、これ2段階目。3段階目。4段階目。5。全然曲がんないでしょ。マーンブリでしょ。歯入っちゃってる。曲がんない。曲がんないでしょ。曲がんないんだって。なんで曲がんない。最初ふざけた回答していい、うん。ワンナップゴルフの言ってること真面目にやってるから。あ、うん、ふざけてない。そうだよね。そうだよね。どんだけ緩く振っても、どんだけ力んでも。クラブを本気で戻そうとしてまっすぐに要は自分のタイミングのインパクトにバチンバチンバチンってこうやって戻そうとそれを最善でやってるから。どんだけ力んでもちゃんとまっすぐ当たりますか。そうそう、だってそうだって5球目満振りだったでしょ。満振りにさこんなの入れらんないじゃん。だってフィニッシュだってあんな取れてないんだから。そうだね、そう形もクソもないじゃない。だからもうインパクトもこれしかないのよ。要は自分の10割の力でこれしかないのよ。そこに10割の力で当ててるから曲がんないだけなの。だから力んで曲がってんのは力めてるかどうかとちゃんと戻せてるかどうかとあと他に何か入れてないかどうかをチェックすればすぐ分かるから。だいたい入れてるでしょ。入れてるよね。そうだから俺が言ってるダメな力みっていうのは今スパイクの先から頭の先まで10なの全部最後の5段階目は。でもここだけ10の人が多いの。そうこうやってここは全然7とか6とか10に間に合ってないの。仮にそれで打ってみる。グッバイ10 5 73ぐらい。バラバラじゃん。あ、全部揃えたら。あ、全10よ。全10とか全3とかなら。そう、全然いい。で、全1だったら全緩みでナイスショット出るから。そう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 。ずれるからだ。ずれるずれる。同調しなさいってこと。そう、すべて。ただ手打ち。手打ちは。腕打ち？手打ちかっこ腕打ち10 10 2 0。あ、そうか。そう、いくよ。はい、いきました。そう、あれいいでしょ。うん、関係ないから。すごいね。そう、関係ないんだもん。だって手打ちなんだから。今のすごいね。でしょ。そう、ずれてても手打ちだったら関係ないです。でもあれでしょ、これやるとだからラウンド行けよって言われるでしょ。そう、コースで打てよ。だからあれ打つだけよって。何が楽しいのって。いや、証明しないといけないから。
コースで。これがまたできないでしょってやるよ。あの本当トール君と休み合わせて行くんだけど、予定はあるよね。そうあるんだけど、先に言うよ、本当にあれで終わるから。つまんない、つまんないとかになる多分200何十本中第1位だからつまんない。それぐらいあれのあのショットで本当にただ回るだけになっちゃうから、俺がこれ編集しなくていいかな。そうそう、めんどくせえってなるから。何が面白いの。そう、変わんないってなるから。同じの撮ってるだけになる。そうそう、だってドライバーあれやって、うん、セカンドショットあれやって、うん、でただ2パットで行くだけでしょそれ俺多分1番ホールホールアウトした時に、うん、え本当にこれ18ホールやんのって俺絶対登録に自信あるから俺もつまんないねって。そうでしょあれだけよって。だから手打ちをすごい俺はやってくれって言うじゃない、うん、あれにじゃあ3で0か2とか0ぐらいだったでしょ。それを下をちょっとずつ上げて上10のままにしとくね、はい。もう完成じゃない。そうでしょ。そうだからそれをその初心者シリーズをやってその今出してるじゃない。あれをこう本当に丁寧に一からやってもらえれば必ずああなるの。そう、その言い方しかしてないから。そうだからクラブがメインに動かすことが今のは全てですよっていうショット。そう、あれをやっていただいた方が楽。でもあれだ、さんこれプロだからできるんでしょってなっちゃうから一回本当に誰か呼んだ方がいい、ね、多分。あ、なるほど。本当にほんで手打ちさせてできるのかどうか、うん、なるほどね。確かに確かに、積み上げてきたものが30年あるからね。そうだね誰かにねやってもらう。そうだね、うん、でもほとんど当たるけどね今までレッスンでやってきたの。そうそう、なんで当たるのって俺が質問されるぐらいだからそう、それでしょ。そう、それをまたなんでってそう聞くのってだってそうでしょって、当たるからっつって分かんないんだ。分かんない、なんで当たるか分かんないの。だって今までこうやってきたからそうだね。そう、だって本当にここ最近トップ3は右肘を低く使う、腰を切る、ボールに近い、この3つ。あ、インサイドロールも多いね。もうそれはもう、もうみんなだからそうそうそう、もう殿堂入りしてるから入らない入らない。こうやってこうやってやっぱ上げた方がいいよね。で俺ね今日レッスンしたんだけど、分かった分かったっていうか、動画を理解してるんだけど、うん、なんでそれをできないやらないかっていう理由がなんとなく分かったの。分かったの、うん、それ超大事じゃん。大事でしょ。うまく言葉にできるか分かんないけど、例えばインサイドロールしないでねって、こうやってあげてねって言うでしょ。本当にこれでいいのかなってなっちゃう。俺はこうやってくださいねって言ってるじゃない。言ってる。そうだけど本当にこれでいいのかなってなっちゃう要は平井の言ってる言葉と自分のインサイドロールしてるじゃない、うん、それを天秤にかけちゃう。それは自分優先じゃない。それはそうだ。そうでしょ、うん、したらさ、インサイドロールが勝つに決まってるじゃない自分だからね。そうだから思い切れないの。そうなんだ。そう、今日の方もそうだった。思い切れない。そう、いや本当にいいのかなと思ってって言われた説得力ねえの俺要は自分の動きと真逆だから、こんな大胆にやっちゃっていいのかなって思っちゃうんだって。あそう、いいよって言ってあげたそういうこう葛藤があるらしい。でそこで要は迷いじゃない、うん、YouTube 見ない方がいいそうだね。そう、迷うならもう俺は何でも言われたことやりますって言うんだったら YouTube 見た方がいい。でも自分の動きが可愛いじゃない、うん、それって思い切れないんだから。自信があるないは別として、信じきれてないじゃない。そういう場合はへーで終わりにした方がいい。ああ、うん、そうだから全部やるから。そうでしょ、登録君全部入れるもんね。そう、そっちの方がいい怖えけどそっちの方がいい。戻せるんだから一回やってみることが大事よね、うん、思い切り大げさにね。他のチャンネルの悪口になるけど、うん、一個一個切り取ってるチャンネルのやつ言うこと聞かない方がいいかもね。あ、それはあるね。ちゃんと繋がってるチャンネル見た方がいい逆のこと言ってるのはない、うん、ね、あのそう、合う合わないだから逆だろうが何だっていいのよ、うん、だけど例えば頭下げないね、下げないようにとかさ、クラブが例えば寝ないようにとかさ、うん、それだけやってる動画ってあるでしょ
それだけやってる動画を 見ないでほしい理由がそれだけやるから。じゃあスイングってアドレスからフィニッシュまでのことなの ね。そうだから途中を一個こうパーツ変えても無理なわけよ、ね、そう連動してるから。殴らないようにする動画なんだったら。そう打振りすればいいってこと。そう打たなきゃいいのよ。ダフれないようにナイスショット打たなきゃいけないんだから。そうナイスショット打つまでの動作も入れてあげなきゃいけないじゃない。そうだね、ダフらないようにするだけだったら簡単なのよ。右肘伸ばさなきゃいいんだって。でもさ、それじゃナイスショット打てないんだよね。そうだよね、うん、だからダフりを直すんじゃなくてナイスショット打たせればいいんだよね。そう、その動画出した、出した出した、もうごもっともまさにの動画出した。そうだよ、ね、うん、そうだからナイスショットを打つための動画にすればいいだけだから。そうだね、そう。で今日の方も左肘が突っ張っちゃうっていうのよ。突っ張っちゃうのに突っ張れないようにしてたら突っ張るから。そう、そこを直すのは本当えっていうところを言っただけで直ったから。他のお客様でフィニッシュでこうやって立たない、うん、でこれ立てようとするじゃない。そこじゃないから立つのは。そう。そう。そうで左腕も突っ張んないでこう綺麗にこうターンできるのは、うん、もうそこですから。もうそこじゃないの。そう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 。だってダフらないようにしてダフるのをダフらないようにしたら怒ってればいいんだもん。そう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 、そういうことじゃないじゃない。そうだからいろいろやり方あるんだけど、その一箇所だけっていうのは良くない。ね、そう連動してますから全て、うん、その注意をしていただければと思います。はい、力み、そう力んだら曲がらないよう全力で証明させていただきました。そう、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。